教員が教員であるがためには先生自身が幸せじゃないと愛情を与えられないんだよね。まあ、生徒がこの20年30年先も自分で学び続ける生徒であってほしい。生徒の情報だったり公務の処理、成績の処理では必ず職員室に備えられているパソコンで仕事をしなければいけない。これが教員の仕事のやり方だったんですけれども、でも教員の本来の仕事が何か、一番は生徒との関わる時間だと思うんですよね。1台のパソコンで仕事を完結できるようになったので、校内どこにいても仕事の状況を確認できるようになりました。休み時間の間も生徒の普段見えないような姿を見ることができるので、大きく役に立っていると思ってます。学校で決められた時間の中で仕事を終えないといけなくて、お迎えに行かないといけない時間っていうのは限りがあるので、かなりきつかったです。子供が熱出して何日か休まないといけないとか、今まで学校の情報みたいなのは全く分からなかったんですけど、今学校の情報が自分のタイミングでどんな風になってるかなっていうのは見れる時もあるので、先生たちともやり取りもスムーズにいけますし、自分でまた仕事が始めやすいっていうところもあります。ネットにつながれば学校と同じような環境でサクサクと仕事が始められるのはとても楽です。公務系と学習系を統合した時の懸念として、パソコンを落としてしまったとか、第三者が拾っても暗号化されているので開くことができない、成績情報が生徒に渡ってしまったという場合でも生徒は開くことができない仕組みになっているので、どこでも安心して使えるのかなっていうふうに思っております。従来はネットワークがすごく遅くて授業にもならないという状況だったんですけれども、ネットワークの考えが新しくなって回線スピードとかが大幅に速くなりまして、授業の中でもストレスなく使用することができるようになっています。教員が常に勉強してなくちゃいけない、その姿勢を見せれば子どももあ、そうだよねっていうふうにきっと思ってくれるでしょうし、やっぱ先生方が学び続けるっていうかのがすごく大事かな、こうした方がいいんじゃないですかっていう提案を言えるようなこう職員室っていうか雰囲気、先生のフットワークが良くなったって言った方がいいかな。話し合いなんかもその僕の目の前でやってるんですよ。年齢も本当関係なくね、体育の先生と数学の先生なんかが話し合ってるんですけど、すごい聞いてても面白いですよ。一番大切なのは分からないことを分からないと言える空気感というか、教員も学び続ける教員でなければいけない。ただそれっていうのは一人でガリガリやっていくものではなくて、気軽に話し合える関係で生徒の姿を想像しながらやっていく関係性のことを言ってるのかなって。先生自身が幸せじゃないと愛情を与えられないんだよね。先生も幸せになってくんないと、使える便利なものはどんどん使ってその時間を空けて、で先生方もリフレッシュして生徒と関わってる時間を増やして、自分の愛情を少しお裾分けしてあげて育ててもらえるといいかなと思ってるんですよね。